はい、松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みの話のヒントだったりアイデアを治療科のあたりにお届けできればと思います。で、今回ですね、お伝えしていく内容としては、これ五十肩ですね、いわゆる肩が上がんないだったりとかに対してお話をしていきたいと思いますので、もしあなたがですね、五十肩の治療をしてるんだけども、最後ね、可動域が上がっていかないね、どんな治療をしてもなんか可動域が変わらない、もしくはですね、肩の痛みに対して治療をやってるんだけども、肩の痛みが最後1が取りきれなかったりとかね、もしくはですね、肩の治療してあげたい、痛いって患者さんに言われるけども、何から始めていかんな、分かんなくてマッサージしかしない、そんな人であれば、今日の動画を見ることによって、解剖学、いわゆる肩がどういう風なメカニズムで動いているのかっていうのが分かって、なおかつそこからの解剖学からの治療テクニックね、これを2部、2回連続ですね、動画の中でご紹介していきますので、もしあなたが五十肩で悩んでる、肩周りで悩んでるのであれば、ぜひ最後見てください。それによってですね、自信持って肩の人にも治療できますよという風にできます、なれますので、ぜひ最後見てください。で、今回ね、紹介していくのがですけども、これ五十肩ってどうやって起きんのっていうところをまずお伝えします。で、何かって言ったら、これ原因としてはですよ、五十肩っていうのはこの肩ですよね、肩の問題なんですけども、肩の問題だけじゃなくてですね、これは後ろ側にある肩甲骨だったりとか、前側に鎖骨、ちょっとこれ折れてますけどね、だったりとか、あとは肋骨とか胸骨っていうのは、このいわゆる肩甲体と言われるこの肩周り全体の動きの問題なんですよ。で、なぜかというと肩ってですね、こうやってこういうふうにグッと上がりますよね。肩っていうのは、いわゆる上腕骨っていうこの骨と、肩甲骨っていうこの骨の2つでね、動きが出てると思ってる方が非常に多いんですが、全くそうじゃなくてですね、この、例えば180度までまっすぐ皆さん、大体の人上がりますけども、これって、肩甲骨と上腕骨の動きでできるのは、だいたい120度までって言われてます。ですか ?120 度。90度から120度までしか、この肩甲上腕関節、いわゆる肩関節ってやつでは動きません。じゃあ、あと180度で120度ですから、あと60度ぐらいですね。まあ、いわゆる3分の1ぐらいの動き、どこで作ってんの?これがですね、肩甲骨の動き、あとは鎖骨の動き、肋骨の動きでできてるんですよね。ですか?だから、これ、肩の動きっていうのは、すべてがそもそもの話、肩、いわゆる肩甲上腕関節で起きているものじゃないっていうことをまず理解していただきたいです。それを分かった上で、じゃあどういうふうにしていくのかっていうのがすごい大事になってきますね。なんで今日はですね、この肩甲骨と鎖骨だったりとかっていう肩甲体がどういうふうに動いているのかっていう話をしていって、次の動画の中で治療テクニック紹介していきます。ただ大事なのはですね、これ解剖学とかが分かった上で治療をとしていかないと、これって意味ないんですよ。で、一番危険なこと、なんでわ、なんか分かんないけど治った。これって医療じゃないですよね。治療じゃないです。それって当てずっぽの治療当てはめてるだけであって、治してないですね。なんか治った。これと、ちゃんと狙って治った。これ全く別物です。ですか?大事なのは、ちゃんと解剖学とか運動学の知識を持った上で、狙って治しに行く。これが治療です。ですか?風邪かわかんないのに薬出したら治った。ね。わかんない。インフルエンザの薬やったけど治ったわ。みたいな。これ意味がないじゃないですか。ね。治るってのはすごく大事です。でも、なぜ治ったかが分かっていないと自分の成長にもなりませんし、患者さんがもし悪くなったり悪化してしまったら、どういうふうに対処していいかも分かんないですね。だから、一生解剖学とか運動学の知識がない人は自信持てないですね。大事なのは、この解剖学、運動学に基づいて治療をやっていくこと。これが大事なので、今回の中では、この解剖学、運動学、どういう風に肩が動いているのかって話をしていて、次の中では治療テクニックね、紹介していきますので、ぜひ、見逃さないようにチャンネル登録お願いします。あとはコメント欄にコメントだったり、いいねボタンもよろしくお願いします。じゃあ、実際にちょっとやっていきますけども、まあ今さっき話した内容ってのはすごく大事で、まずそもそもなし、肩の動きっていうのは、肩関節、いわゆる肩甲上腕関節だけじゃなくて、肩甲骨とかの動きでできてますよと。で、大事になっている動きって、じゃあ何なのって話なんですけども、これって、肩甲骨2つあります。大きくはね、2つあって、大きくはまず肩甲骨の上方回線、いわゆるこう、ちょっとこれ動かないんですけども、肩甲骨がこうなってますね。これはこういう風に動いていくことですね。上側が止まって下側のこの肩甲骨の下角っていうところがこういう風に動いてくる。この動きによっていわゆる肩が上がる状態が起きますね。そうです。まずこれが1つ。あと大事なのがですね、鎖骨、ちょっとこの子骨折してますが、ちょっとこっちが説明すると、鎖骨ってこういう風に、いわゆるですね、体幹部分と繋がってる、いわゆるこの肋骨だったりとか背骨と繋がってるのって、肩関節で言うと、ここだけなんですよ。いわゆる胸骨と鎖骨の関節、胸鎖関節っていうこの関節以外は全部宙に浮いてます。肩甲骨も肋骨についてるわけじゃないですね。この肋骨の上にポンと乗ってるだけですから。ね。
肩関節の他ってなついてませんね。だから唯一体幹部分体とつながってるのはこの鎖骨の部分だけなんですよね。そうなのでこの鎖骨が動いてくれるかどうかっていうので肩がしっかり動いてくるかが変わります。だからいわゆる肩上げるときってですね、肩甲鎖骨がこういうふうに上に上がってきますね。なので鎖骨が上に上がれるかですね、いわゆるちょっとこれ動くんでね、こういう動きが出てるかどうかっていうのがすごく大事だってことですね。これが止まっちゃってると肩ね、例えば皆さんこう押さえた状態で上げてみて上がんないでしょね。一番上がりやすいのは肩をこういうふうにグッと下に押さえた状態で上げると上がんないんですよ。これって肩甲骨だったり鎖骨の動きが出ないからです。だからいわゆる120度くらいまでしか動かないんですよ。これが肩甲上腕関節の動きです。で肩を外してあげるとスッと上がりますよね。大事なのはこの鎖骨が上に上がってくる、あとは肩甲骨がそれに合わせて上にこういうふうに上方回旋っていう動きをしてくることがすごく大事になってきます。ってなってくると、じゃあ肩甲骨を上方回旋させない、いわゆるこういう動きをさせないのは何かって言ったら、肩甲骨の内側の筋肉が硬いんじゃないか、ね、もしくは外側に持っていく筋肉が足りてないんじゃないか、ね、あとは鎖骨でしたね。鎖骨が上に上がるってことは上に上げる力がないんじゃないか、もしくは鎖骨を下に引っ張ってる筋肉が硬すぎるんじゃないか、ここを考えるべきなんですね。ここをやってあげるだけで全く肩の動きだったりとか五十肩の患者さんって変わってきます。で、皆さん見てる五十肩の患者さんってこの辺で止まりません？ね、ああなんかって言って垂直ぐらい止まるんですよ。なんでかっていうと、これは肩甲上腕関節だけの動きをやってたりとか、もしくは慢性期になってると逆で肩甲骨だけの動きでやってたりとかありますけど、初期の方だったりはだいたい肩甲上腕関節、いわゆるこの関節がここまでしか動いてなくて、鎖骨、いわゆる肩甲骨鎖骨が動いてないことが多いですね。なんで五十肩の方でやっぱやってほしいことで、その場ですごい効果出て、なおかつ患者さんも分かりやすくて、なおかつ効果的な治療法って言ったら何かって言ったら、鎖骨を上に上げてあげるために下の方を緩めていく、もしくは肩甲骨が上方回旋するようにこの肩甲骨の内側止めてしまっているところを緩めてあげる、これがすごい大事になってきますね。ですか？だから大事なのはこの鎖骨の挙上を止めている下の筋肉、もしくは肩甲骨が外に行くのを止めてしまっている内側の筋肉、これを緩めていくっていうのがすごく大事になってくるってことを覚えてください。じゃあ実際テクニックどうするのかって言ったら、この鎖骨の下をね、次の動画の中で紹介していきます。いわゆるこの鎖骨の下の止めてる筋肉、鎖骨が上に上がらないように、まあ今さっきやりましたね、こういうふうに肩を置いてあげた時に止まってるここの筋肉です。止めてる筋肉って何か、ここを治療していく方法を紹介していきますので、まだね次の動画でしっかり見てほしいので、チャンネル登録よかったなと思えば見てください。でさっきも言ったけど、この解剖学が終わった上で治療テクニック、この2つが合わせることによって初めて自信持って治療できるようになります。ずっと治療テクニック求めても自信持てないのは、その知識がつながってないからですね。患者さんを見てちゃんと治療テクニックだったりとか、患者さんの解剖学動きを見て治療テクニックを選んでいく、ね、そして治療テクニックを当てはめていく、ね、この2つが揃って、初めて解剖学とテクニックが合わさって初めて自信持って私に直させてくださいっていう治療テクニックができる、治療ができるようになります。だから大事なのはしっかりどちらも学ぶこと、それがすごく大事になってますので、もしね気になる方はしっかり勉強すること、この YouTube でもいいですし、私がやっているオンライン大学でもですね、そういうのを紹介してますので、ぜひ気になる人はそちらの方もチェックしてみてください。下の方に概要欄貼ってます。はい、ではですね、次回の動画の中ではこのテクニックの方を紹介していきますので、ぜひ次の動画でも次の動画の中でもしっかりね見れるようにチャンネル登録、あとはね今日の話よかったらいいねボタン、高評価ですね、あとはコメント欄もぜひね待ってますので、どんどんしてください。はい、じゃあですね、今日はこれで終わりにしていきたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。